ブルモ VS タナコチケットをかけた戦い。こちらはスタッフが願いを叶えてくれる魔法のチケットをかけて、ルルモとタナコが欲望にまみれて戦う対決コーナーです。毎回いろんなゲームで戦い、勝った方には魔法のチケットが1枚渡されます。最終的にたまった枚数に応じてスタッフが願いを叶えてくれるそうです。おお、ということで、はい、ね、これどんな願い、どこまでなんか願っていいんでしょうね。ね、これ願いは本当だよ。何にしようかな。あ、これは願いがチケット決まってから考えてもいいのかな。あ、でもいいんじゃないですか ね。じゃないと今のところ、うん、願う願いはかなりでかい願いになってしまうから。そうですね。ちなみに私だったら、うん、何がいいかな。じゃあ、うん、あの最近発売した某ゲームハード機が欲しいな。でかいな。でかい、これはでかいぞ。これはでかいぞ。高いぞ、まだ出たてだから高いぞ。値下げされていない段階。私はやっぱりね、はい、こうお食事券とかがいいかな。いいですね。何ですか、ジョジョジョン、肉ですか、ジョジョンとかの、ジョジョフンとかのさ、肉ですね。肉がいいな、肉がね。あー、まあね、これはね、一体何枚集めれば叶うのか。いいね、はい、まあでも魔法のチケットってことはさ、やっぱりこう、はい、お話の中にも出てきたように、はい、命が、あれ削られて、チケットを与えておきつつも、うん、これを使ってしまうと、命が、削られるんです。危ない。なんでコーナーだ。そうなんです、はい、削られるんです。ということで、はい、削られちゃう、そんなコーナーの初回の対決はこちら、はい、ボムボムバルーンゲーム。はい、はい、いや、これなんか命削られそうなアイテム出てきてますもん。今私たちの目の前に30秒で風船が割れるおもちゃの次元爆弾が用意されました。はい、これを使ってコッコン東西ゲームを行い、風船が爆発した際に爆弾を持っていた方が負け。あ、持っていた方が負け。なるほど。バーンってなるんですね。怖いよ。これもうやだよ、風船やだ、ほんと怖いよ、こういうのね。みもりさん、こういうココン東西ゲームとかちょっと得意ですか？いや、苦手です。ほんとですか？記憶力もないし、なんかあれですよね、うん、そう、覚え、そっか、覚えなきゃいけないんだ。そう、あ、そうそうそう、前に出たやつは言っちゃダメ、ね、言っちゃダメなんですもんね。そう、物知りじゃないとダメってことでしょ。そうですよね。いやー、でも私ゆりかちゃんよりちょっと長く生きてるから、もしかしたらいけるかもしれないけど、ゆりかちゃんはもしかしたら年齢を差し押してる場合があるからあれ、もしかしたら同レベルぐらいかもしれない。さ、ということで、はい、早速やっていきましょうか。はい、あー怖い。お題をね、はい、こちら、こちら、お、学校にあるもの。はーい、なるほど。え、これでもさ、ゆりかちゃんの方が得じゃない？ちょっとこれ最近行きまーす。はい、黒板消し、黒板消しクリーナー、チョーク、椅子、先生が刺す棒。あれ、ちょっと待って待って、にあったものなんて今私。これでも結構なんか運ですよね、うん、どっちの時 に、ね、確かに本当にタイムが切れるかっていう。本当だね。運で勝ちました。いつもこのねゲームとは限らないし、はい、これからも ね、肝を冷やすようなゲームが待ってるってことで、はい、ということで、はい、魔法のチケット1枚ゲット、ね、ゲットしました。某、はい、ゲームハード機に近づきました。近づいたね。もしかしたらもらえるかもしれないよ。はい、はい、ということでこんな感じでいろんな対決をしていきますので、はい、こういう対決をしてほしいなどリクエストがありましたらメールを送ってきてください。お願いします。以上、ルルモ VS タナコチケットをかけた戦いでした。